シュトックシュタット・アムマインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、アシャフフェンブルク軍に属す市場長である。シュトックシュタット・アムマインは、アシャフフェンブルクの西に境を接し、マイン川左岸に位置する。シュトックシュタインの西から、南西は、ヘッセン州との宗教である。この町は、シュトックシュタット・アムマイン地区単独で構成されている。ただし、非公式には、 徐々に開発される多くの住宅地に分割される。シュトクシュタットアムマインは、北は、マインハウゼン、北東は、クラインオストハイム、東は、マインアシャフ,フ、フ南東は、アシャフフェンブルク、南は、グロースオストハイム、西は、バーベンハウゼンと境を接している。アシャフフェンブルクのライダークとニルクハイムク、グロースウムシュタットのドルンディルク、オーベルンブルク、ニーデルンブルク、 グロースバルシュタット、メムリンゲン、シャーフハイムのラートハイム地区と、モスバッハ地区、グロースオストハイムと共に、シュトックシュタットは、歴史上のバッハガウ地方を形成していた。シュトックシュタットという地名は、ここドイツ語で、木の幹を意味する、スティックと、都市を意味する、シュタットが結合したものである。この地名はおそらく、開墾後の切り株の中に集落が建設された時代に、遡る。 地名の後に置かれたアムマインはシュトックシュタットアムラインと区別するために付与されたものである。様々な資料や文献に記録されたこの集落の表記は以下の通りである。シュトックシュタットアムマインのカストラの浴場後1820年にシュトックシュタットで興味深いローマ時代の埋蔵文化財が発見された。この発見とその他の発掘により遅くとも トライアヌステの時代には、オーバー・ゲルマニシュレティシャー、リーメス城のカストラがシュトックシュタットに存在していたことが裏付けられた。カストラは260年頃にローマ人が撤退するまで存在していた。シュトックシュタットのローマ時代の遺跡は、カストラの周辺で発見された数多くの石像文化財で知られている。カストラの近くには、軍事用レンガ工場の焼き用が数多く見つかっており、 シュトックシュタットに駐留していたコホルス3スアキトノーラムが利用していた。ラインマイン鉄道南側のかつてのカストラの敷地は現在広大なセルロース工場に変わっている。シュトックシュタットアムマインは早くも旧世紀中頃には納税義務のある住民に関連して文献に記録されている。ストストット在住との表記で記録されている。 1024年にこの村落事態に関して初めて文献上に記録がなされた。ストダンシュタット村が皇帝ハインリヒ2世によってマインツ大司教に寄進されたという記録である。中世には周辺の森がドラヤイ,イヒ狩猟場に属し、この狩猟場内の30の村落の中の一つがシュトックシュタットに存在した。1527年の資料には ドイツで最も古いクリスマスツリーがトックュタットのヒュプナーバルトの木で作られたことが記述されている。当時のマインツ領主の記録では、ヒュープナーバルトに、大バイニクトボームと記載されている。1862年7月1日、別クスアムとアシャフフェンブルクが創設され、トックシュタットはその行政管区に含まれた。1939年、ドイツ国全体に、 ラントクライスという名称が使用されることとなった。シュトックシュタットは旧アシャフ・フェンブルク軍の三十三市町村の一つとなった。この軍は1972年7月1日にアルゼナウィン・ウンター・フランケン軍と合併して新たなアシャフフェンブルク軍として統合された。2014年3月16日の町議会議員選挙以降、シュトックシュタット・アムマインの町議会は 20議席で構成されており、これに主張が加わる。17世紀の大円形の印象には、マインツ大司教の輪の下に、長名の頭文字が書かれていた。1952年2月16日に、メルツバッハー博士がデザインした紋章が承認された。図柄、青地に横向きの銀の波体。その上に赤いとさ飾りのついた銀の兜が横向きに描かれている。 姉妹都市に関してシュトックシュタットは非常に熱心でフランスの3つの町と姉妹都市協定を結んでいる。ソルハウスシュトックシュタットのマイン側に架か,かる鉄道橋この町を軍道 AB16 号線が通っており、連邦道 B26 号線や B469 号線に接続している。B469 号線を経由して約 3km で 連邦アウトバーン A3 号線のインターチェンジナンバー57に行くことができる。長域の北西端にアウトバーン A45 号線と A3 号線とが交差するゼーリゲンシュタットジャンクションがある。公共の旅客交通機関はバイエルン・ウンターマイン交通共同体に組み込まれている。シュトクシュタット駅はマインツ・ダルムシュタット・アシャフフェンブルクを結ぶラインマイン鉄道の駅である。 この町はバブの管轄エリアの生誕をなしており、隣のバーベンハウゼンからはラインマイン交通連盟の管轄となる。30分ごとにアシャフフェンブルク施設局のシバスが取得したトのバス停に到着する。自転車道この町をドイツリーメス自転車道が通っている。この自転車道はオーバーゲルマニシュレティシャーリーメス沿いにライン側下半のバートへ。 人間からドナウ川に面したレーゲンスブルクまで 818km 以上の長さがある。この町最大の企業が雑費である。この他に数多くの中小企業がある。ありがとうございます。